いよいよ明日、2018年10月6日土曜日24時より放送がスタートするソードアートオンラインアリシゼーション。その放送に先駆け、本日10月5日金曜日の朝日新聞全国朝刊にキリトの描き下ろしイラストを使用した30段の広告が展開されている。興行収入が全世界累計43億円突破の大ヒットを記録。そしてソードアートオンラインアリシゼーションとソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンラインの TV アニメ化が決定。ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンラインが2018年4月に放送された。RRソードアートオンラインアリシゼーションオプト初解禁の第2弾 PV が公開。放送は全4クール、初回のみ1時間スペシャル放送。 RR 2018秋アニメソードアートオンラインアリシゼーションは東京 MX とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、MBS、テレビ愛知、アベマ TV にて全4クールにて放送が決定しているが、その放送がいよいよ明日10月6日土曜日24時今回放送に先駆け、本日10月5日金曜日の朝日新聞全国朝刊にキリトの描き下ろしイラストを使用した30段の広告が展開された。もう一度英雄は剣を取る、そのキャッチコピーとともにキリトの姿が描かれているので、ぜひチェックしていただきたい。作品情報、継承略、ソードアートオンラインアリシゼーション。放送情報、東京 MX 10月6日より毎週土曜24時とちぎテレビ10月6日より毎週土曜24時群馬テレビ10月6日より毎週土曜24時 BS11 時10分月6日より毎週土曜24時 MBS 10月6日より毎週土曜27:08テレビ愛知10月8日より毎週月曜26ログイン直前の記憶があやふやなまま、手がかりを求めて辺りをさまよう。そして漆黒の巨木ギガスシダーの元にたどり着いた彼は一人の少年と出会う。僕の名前はユージロ、よろしく。キリト君少年は仮想世界の住人 NPC にもかかわらず、人間と同じ感情の豊かさを持ち合わせていた。ユージヨと親交を深めながら、この世界からのログアウトを模索するキリト。そんな彼の脳裏にある記憶が蘇る。それは幼少期のキリトとユージヨが野山を駆け回る思い出、本句、あるはずのない記憶。さらにその思い出には、ユージヨともう一人、金色の髪を持つ少女の姿があった。名前は、アリス。絶対に忘れてはいけないはずの、大切な名前。スタッフ、原作、河原つぶて。電撃文庫館原作イラストキャラクターデザイン原案、アベック監督、小野学キャラクターデザイン、足立慎吾、鈴木剛、西口智也デザイン、私創作画監督、鈴木剛、西口智也プロップデザイン、早川あさみ、伊藤忠忠モンスターデザイン。